長児さやかは東京都国分寺市出身の日本のバイオリニスト。1999年パガニーニ国際バイオリンコンクールにて史上最年少で優勝。東京に生まれた。画家である母の留学に伴い3歳から死刑なに移り2年間を送る。最初ピアノを習っていたがキジアーナ音楽院のコンサートでバイオリン演奏を見たことがきっかけとなり。 5歳からバイオリンを始めた。帰国後、国分寺市内の小学校に進み、1994年、6年生の時に第48回、全日本学生音楽コンクール、東京大会、全国大会で第1位を獲得した。1995年、キジアーナ音楽院において、バイオリンを、ウートウギ、室内楽を、リッカルド・ブレンゴーラーに学び、 1997年には、イスラエルより、奨学金を得て、シュロモミンツに学んだ。同年、14歳で、リピンスキビエニアフスキ国際コンクールジュニア部門で、日本人として、初めて優勝し、ルツェルン音楽祭に、ルドルフ・バウムガルトナー式ルツェルン音楽祭弦楽、合奏団のソリストとして出演した。また、リピンスキビエニアフスキコンクールで審査員を務めていた。 ザハール・ブロンに声をかけられ、1998年以降、ケルン音楽大学で、ブロンに支持する。また、同年、ルゼルン音楽祭弦楽抹奏団とヨーロッパ、演奏旅行を行い、ウィーン・ムジーク・フェラインザールで、ウィーンデビューを果たした。1999年、第46回、パガニーニ国際バイオリンコンクールに、同コンクール史上最年少、かつ、日本人として、 初めて優勝した。2004年、ケルン音楽大学を卒業し、翌年パリに移った。2000年、ズービン・メータにその才能を認められ各地で、オーケストラと共演、ドイツグラモフォンと専属契約を結んだ。その後、ユーリ・テミルカーノフ、ロリン・マゼール、ウラディ・ミルア・シュケナージ、シャルル・デュートは、ボルフガング・サバリッシュ、ネビル・マリナー、リッカルド・シャイ、コリン・デービス、チョン・ミュン・フン、 ピンカスズッカーマン、エリア・フインバル、ガリー・ベルティーニ、ウラディーミル・スピバコフ、ルチアーノ・ベリオ、ユーリ・バシュメットなどと共演。ヨーロッパを中心に、日本、アメリカ、南米、ロシア、イスラエルで定期的に活動している。その他、テミル・カーノフ式ロンドンフィルハーモニア還元楽団、ユーリ・シモノフ式モスクワフィルハーモニー還元楽団、オダカ・タダーキ式 BBC ウェールズ交響楽団、 サドユタカ式マンチェスター BBC フィルハーモニック、コペンハーゲン DR 放送公共楽団、マドリッド王立劇場還元楽団などと各地で演奏。使用楽器は1729年製ストラディバリウス、デカミエである。2009年、クラシック音楽からインスピレーションを得た絵画と映像作品の古典シナスタジアを開催。少子はバイオリン演奏が 第一のインタープレテーションとするなら、視覚的表現は第二のインタープレテーションであると語っている。平成21年度芸術戦勝受賞者及び増上理由、ユニバーサルミュージックによるバイオグラフィーチケットピア、インタビュー、シナスタジア展覧会カタログ。ありがとうございます。